長泥渓谷ライン下り大正時代の川下り。1921年撮影川下りとは川を下ることであり、上流から下流へと船、カヤック、イカダなどで水の流れと共に移動することである。川下りにはいくつかのタイプがある。かつて日本で林業が非常に盛んだった頃、川下りという言葉は道路も十分整備されていない山で材木を切り出し、 それを運搬するためにいかだに組み、人がそれに乗り川を下ることを指すことも多かったが、林業が衰退した近年の日本では、その意味で用いることは稀になった。現在では、川下りには、船頭の操る小舟に乗って川を降り景色と、天井院による話やパフォーマンスを楽しむタイプと、アウトドア活動やスポーツとして、自然との触れ合いやチームワークを楽しむタイプがある。前者は、 全国の川のある、継承地、観光地で行われており、大抵有料である。観光好きの中高年層にとっては、川下りはこれを指すことが多い。校舎には、様々なスタイルがあり、カヤックや、カヌーなどの一人もしくは二人程度でボートを操縦するものや、6から8人乗りのゴムボートを使ったラフティングと、呼ばれる、激流下りもある。 これらの自力でパドルを操って川を下る者の,のほか、ボートなどのツールを使わずに、川の流れに乗ったり滝壺に飛び込むキャニオニングと呼ばれるスポーツも近年若者を中心にプレイされており、商業化された体験ツアーのほか、競技会なども開かれている。ホズ川下り、絹川ライン下りの輸送日本国内の川下りのうち、ライン下りと名のつくものがある。もと,もとは、 ドイツのライン川を下ることをライン下りと言い,い、ライン川でない日本の川を下るのに、ライン下りというのは御用だが、志賀重隆が、みのかも市から、犬山市ままでの木曽川の渓谷の風景がヨーロッパ中部を流れる、ライン川に似ていることからこの渓谷に日本ラインと命名したため、この渓谷の川下りに日本ライン下りの名前がついた。その後、ライン下りとは、船で渓谷を下る。 川下りの代名詞のようになり、各地の同様ものに、ライン下りの名が付けられていった。下曲ローレライ、ローレライは、ライン川沿岸のザンクトゴワール近くにある岸壁で、その近辺は、川幅が狭く、岩礁もあって流れも乱れており、19世紀頃までは、船が座礁する難所であった。魔女伝説があり、ローレライに佇む金色の櫛を持った美しい少女に、先導が見せられると、 川の渦の中に飲み込まれてしまうというもので、各クローレライはナンパのヒライとこの伝説を歌ったもの。リバーカヤックリジットタイプカヤック激流を短時間、下る楽しみ方から、テントなど、キャンプ道具を積んで海外の大河を、のんびりと数週間かけて下る楽しみ方まで、様々なバリエーションがある。熱狂的なファンも多く、中には川下りを半ばライフスタイルのようにしている、人もいる。 かつて日本では川下りを快適に楽しめる魅力あふれる川が非常に多かったがダムや水門等の建設によりそのような川の数はかなり減ってきてしまっている。ありがとうございます。